れは。魔法領域内における戦闘、そして領域支配によるシステム汚染防衛に特化した対魔法災害特化型ギア、名付けてケルベロスギア。すごいや、たった48時間でこれを。おかげで技術開発部のスタッフはみんな徹夜だ。そういえばよく見るとラボの床のあちこちにスタッフが落ちてる。イデ君のラボのパソコンにオル君のギアの設計図が保存してあって助かった。おかげで特殊装備の追加製造だけで済んだわ。それがなかったら間に合わなかった。うそ、母さん、兄さんのパソコンにかかってたガッチガチのセキュリティ破ったの？緊急事態だったんだからしょうがないでしょ。パスワードがかかった秘密のフォルダの中身なんかママ全然見てないんだから。お兄ちゃんには内緒よ。兄さんがこのギアを見たらすぐバレちゃうと思うけどな。ご本主任、プライベートな話はそれくらいで作業に入ってくれないか。あ、失礼しました。ではこれよりオルトの AI データの移行作業を行います。オル君、気分はどう？このギア、エネルギー循環が優秀で、なんていうか、最高って感じ！でしょ？かっこいいでしょ？まあまあ、オル君にはこういう尖ったギアも似合うと思ってたんだ。確かに、兄さんがデザインするギアと少し外装のテイストが違うね。もう少し時間があれば、排熱周りをよりコンパクトにできたんだけど、今スチュークスにできる最大限を詰め込んだつもり。ではこれより賢者の島にて発生した魔法災害における特別任務について説明します。はい。今回の任務にはサポートドロイド KBRS-12 の2体が同行します。このドロイドはケルベロスシステムを応用したプログラムが搭載されていて、突入任務中の探索、戦闘時にあなたの役に立ってくれるはずです。魔法領域内に突入後のギアの活動限界はおおよそ20分となります。20分か、それだけあれば。今回の領域内突入任務の目的はマレウス・ドラコニアの討伐ではない。領域内に解析用アンカーを設置したら速やかに本部へ帰投すること。はい。最後にこの任務において最も重要性の高い項目について確認します。いい？オル君、絶対絶対無茶しちゃダメだからね。怖くなったり危ないと思ったら必ず引き返してくること、いいわね？うん、わかった。そうやって返事ばっかりいいんだから。うん、わかってるんだからね。あなたがママたちの言うことなんか全然聞かないこと。なんで男の子ってこうなの？ママ、心臓がいくつあっても足りない。ほんと。あなたはお兄ちゃんたちにそっくりよ。カート決めたら、止めたって無駄なんだから。母さん。ほら、パパも何か言ってやって。オルト、これは、本来私たちや、マジカルフォースが対処すべき問題だ。お前が自分を危険にさらしてまで、あの島へ向かう必要はない。いいんだ。行かなくても。父さん、ありがとう。ヒューマノイドの僕を本当の家族のように扱ってくれてすごく嬉しい。でも僕はもうあなたたちが大切な息子を失うところは見たくない。僕にしかできないことなんだ。だから行くよ。そして必ず兄さんを救ってみせる。これは僕の、僕たちの意志だ。オル君、あなただって私たちの大切な息子の一人だよ。約束して、必ず無事に戻ってくるって。うん、約束する。
みんなでハグしましょう。誓いのハグよ。充電満タン。さあ、早く出発しよう。兄さんが待つ賢者の島へ。